西庵のボンボンチャンネル。撮るよ。これをね、そのまま撮ってるからね。はい。西江さんの見ました。見た。あ、ありがとうございます。西庵ボンボンチャンネルの西庵です。今日のゲストは、タッチラグビー。はい、タッチラグビー。タッチラグビー日本代表、キャプテン。はい。コーチはコーチは、ね、コーチは、タッチラグビーで、そうですね、はい、町田ゼルビアっていう、タッチラグビースクール、小学生と中学生の、はい。チームのコーチをやってます。やってる、奈良秀明くんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ね、これ、大体流れ的には、はい。まあ、こう、聞きたいことをこう、だーって書いてあって、でもまあ大体さ、どんな知り合いなんみたいなから入ってて。うん。で、最初はまあ二人の出会い、俺と僕と奈良秀の出会いみたいなとかから話していくんだけど。はい。まあでも、そんないきなりでね、形式ばって全部同じ形式でやるのは俺まず苦手だからさ。最近何してんのみたいな。ヒゲ伸びたな。それ何？そうなんですよ。やっぱ、僕の尊敬する西庵っていう人が髭伸ばしてるんで。違う、俺あれだよ、ここでコロナ捕まえようと思ってさ。マスクと一緒だ。いやいや、マスクこうやって上がってるな。あったよね、なんかね、こうやって、すっげえ長い人がこうやってやってマスクしてる。マジっすか？うん、すごい、そこいけるんや。いや、いけないでしょ。なんで伸ばしてんのこの期間。特に理由なくて、なんか、新年から、2020年入ってから、うん、なんか伸ばしちゃおうかなって思って。結構長いね、じゃあ。そう。でも多分伸びるペースは全然遅くて。うん、遅いですよね、3ヶ月で。でも、4ヶ月か。長いでしょ、それ結構。俺そんな長さない。うん。え、西はそれどのぐらいですか？これ1ヶ月ぐらい。ほら、全然違う。あ、2ヶ月ぐらいかな。2月、3月の頭ぐらい。1ヶ月半、2ヶ月、ちょうど2ヶ月ぐらいか。キウイにしか見えないですもんね。そんなもんないよ。もうね。すごいね。ここ三つ編みまでするの。三つ編みまで行きますか、やっぱ。いや、だってそれ、ちょっと行けそうなぐらいになってきたんじゃない？そこしか生えないの？いや、ここも生えます、ここも。あ、そこは反ってる。ここなんか反ってて、ああ、はい。で、そこだけ残してんの？はい、ここね、なんか僕、ってなんか変な、いじっちゃうんですよね。ああ、俺もいじるよ、こうやって。はい。触っちゃう。で、ここだけだとまだ、なんかいいかなと思って。え、でも喋るときは触っちゃう。触っちゃうね。触っちゃうね。なんだろうね、あれね。あれなんだろうな。でさ、落ち着くんですよね。もうその長さだとさ、かゆくないでしょ。かゆくないです。なんか、すごい中途半端な途中の長さのときさ、かゆいときなかった。わかります。こうやってやってましたよ、よく。こうやって。そう。なんかね、俺もここまで伸びるともうね、こうやってふさふさなんだけど、ああ、なんかそのちょっと前ぐらい、ちょうど1ヶ月ぐらいの時はもう痒くてしょうがないよね。あれぐらいの時に全部また刈りたくなるもんね。西庵全部ここまで全部来てるから、なおさらですよね。でもこの辺さ、もう白髪とか生えてきてる。わ、わかる。うん、白髪問題ね。白髪。もうね、シュナウツァーみたいな、老犬みたいになってくる。これ。アンダーロックが。そう。まあいいや、そんな話、ヒゲの話から入るのかよ、みたいななるからね。はい、じゃあ、まあ二人の出会いね、出会い。なんだっけ、でも長いよね、結構ね。長いっすよ、もう。うん。西庵だって、あれですよね。僕、初めてがキャンプファイヤーですもんね。あ、そう。違いましたっけ？僕、キャンプファイヤーで西庵が釜石の。石の巻。石の巻。ああ。仕上げてて、うん。それに僕が、なぜかキャンプファイヤーで西庵のそのページを見つけて、うん。なんか支援をさせてもらったんですよ。そうそうそう。石の巻にね、月1回ラグビーを教えに行くっていう活動を、はい、東日本大震災後に始めて、で、
ちょうど1年経ったぐらいかな、2012年ぐらいに、まあ、朝ズバとかにこういうのをやってるっていう人がいるっていうので特集されて、で、その特集されたのを機に、じゃあこういうのをちょっといろんな人に応援してもらおう、知ってもらおうみたいな感じで、キャンプファイヤーってなんだっけ、あれ、なんていうの、え、なんだっけ、何サイトっていうの、ああいうの。最近結構。クラウドファンディング。クラウドファンディングね。クラウドファンディング、アスリチューンあんじゃん。そうです。ああ、宣伝して、宣伝して。僕の。あはお前、話の途中だから。なんかライブっぽくていいっすね。うん。全然これ編集でベイヤンがね、編集してくれるからね。ですよね。そう。すごいっすね。で、チームだ。そうそうそう。それで、その活動を続けていくのに、うん、まあちょっといろんな人から、支援金集めようって言って、集めて、うん、落ちたよ。レイアン、わーいってなってるだろうか。もうちょっとその上の箱下げれば。なるほど。うん。あ、そうそうそう。はい。そうだ、それに、あれだよね。それに寄付してくれたっていうね。そうです、そうです。うん、で、何でもらったっけ、なんかあの、腕に。ああ、もうまだつけてる、これ。ああ、そう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 。俺、あの時からつけてるの、まだ切れないんだけど、これ。すごい。思いが強いってことですね、やっぱり。いや、もう切れたらやめようかなと思って。もうあと10本ぐらい新しいの持っとかないといけないですね。いやでもこれでもみんな子供とかもこうやってビヨーンって引っ張るんだけどまだ切れたことない。すごい、うん、で、あ、それで、まああれってさ、結局オンラインの、なんていうの、ああいうサイト。最近またなんかいろいろやってんじゃん。何サイト、キャンプファイヤーだって。いや、キャンプファイヤーとかさ、いろんなサイトあるじゃん。幕開けとかさ。うん。なんていうんだっけ。なんていうの、ああいうの。お金は。クラウドファンディング。クラウドファンディング。西田さっき僕クラウドファンディング言いましたよ。なんで今すぐ言ってくんないの？ちょっともうすぐ忘れちゃった。いや、なんか違う言い方あんのかなって。違う。そのタイミングでそれ落とすからじゃん、その子。あ、すごい。クラウドファンディングね。クラウドファンディングをそういうのやって、で、はい、まあなんかいろいろ集めてやったよね。で、その時に、まあ、ああいうのってこう結構出してくれる人たちがメッセージ付きでいろいろさ、連絡くれてさ、うん。で、あれはやってみて、まあ、お金が集まるっていうのも含めて、3年間そういう活動を続けていくために、2年間かな ?2 年間続けていくために、まあ、交通費と滞在費だけ出してもらうっていうので、うん、で、100万を目標にして、100万集まんなかったらもう、ゼロでいいっていうオールナッシング形式でやって、で、110万ぐらい集まったのかな、結局。110万ぐらい集まって、で、まあそのまま継続できたんだけど、その時にいろんな人に連絡もらって、いろんな人と、まあそれを通して出会えたっていうのは良かったよね。まあその一人だったっていう出会いですね。そうですね。で、それで、まあなんか、ああ、こんなタッチラグビーやってる人いるんだ、みたいなのを俺も知って、はい。で結構すぐだよね。その後さ、俺って本当にじゃあ実際、それ、まぁ、ちょっとメールとか、まぁ、あと Facebook とかいろいろ繋がってやり取りするようになって、実際にさ、会ったじゃん。うん。いや、会うとどれが一番最初だ？いや、俺はね、俺は覚えてる。これ一番最初は多分、奈良秀が、なんかちょっとタッチラグビーで世界一周してきますとかいうわけわかんないこと言い出して。2年それすっと前ですよ。え？あ、その後、あと。何が？その前に、うん、IBM のグラウンドで試合させてもらってるんです、大会を。それ帰ってきてからでしょ？で、僕帰ってきたら、協会の、タッチラグビーの協会の大会の運営とか関わってないです。あ、そうなの？そうです。で、アスリチュームもその前に、西谷に紹介してるから、そうだよね。なんかその前に、その千葉とかでタッチラグビーの大会をやるにあたって、千葉の方を紹介してくれたりしたんですよね、西谷が。
知らないね。ですよね。俺じゃないんじゃないのそれ。でも西安ですって。あ、そう？うん、で、その時僕ら、その協会の事務として、その大会をいろんなところでやろうっていうので、うん、その中でこう、あの当時、八千代台でしたっけ。え、IBM のグラウンドでやった？やりました、やりました。あ、じゃあ、一番最初にグラウンドに来てもらって、はい。別に山田さんに合わすからみたいなんで。そうです、そうです、そうです。じゃあ、ウィーさんと一緒に来た時じゃん。おら、じゃあ、一番最初、ウィーさんと二人で来て、あれだ、あの、改札で、八千代台の駅の改札で、始めましてだ。始めまして。あー。全然覚えてない、俺。ほら。まあ、僕も今、あの、車で、とかっていう感じ、僕歩いて行ったことしかないなと思いながら。ウィーさんと僕二人で、あの、グラウンド行って、で、ミシアン。二人じゃないよ。最初からウィーさんいたよ。三人で。帰りじゃなくて歩いてるとき。歩いてる、歩いてる。行きで歩いてたでしょ、行きも帰りも歩いてる。三人で。ウィーさんと。曖昧だな、二人とも。曖昧だな。でもそれ2011年。2012年だ。そのキャンプファイヤー始めたのも2012年であれば。そう、12年です。そうか。それでやって、で、え、じゃあいつ行ったの ?2014 年 ?13、14。13の後半ですね。もう10月、11月ぐらい。ああ、じゃあもうなんか俺、あ、じゃ あ出会って1年ぐらい会った時に、じゃあ奈良くんが急になんかタッチラグビーで、こう、世界一周してくるんでとか言って言い出すから。はい。いいですかって。言い出しちゃったっす。そう、今度は、じゃあ、ちょっとこう足しにしてみたいな。お金集めてたもん。はい。そうです。ね、あの、セルフクラウドファンディングみたいな感じで。え、なんだっけ ?1000 万円ぐらい集まったんだっけそのゼロが2つぐらい少ないかもしれないです。いやでも本当多くの方にすごいご支援いただいて、うん、そうだよね。結局何カ国行ったのあんた。なかなかぶっ飛んだ世界旅行ってきますみたいなので、本当になんかいろんな方がいろんな思いを持って、うん、多分支えてくれたなっていう、支えていただいたなっていうのを今思うとより感じますね。うん、今できないでしょあれ。できないっす。ね、やっぱり若いってすごいよね。もう言うても30でしたけどね。そんなになってた？なってました、なってました。いやでもね、今もそうですけど。30ぐらいでね、ちょっと地球をぐるっと一周ぐらいしたいって思っちゃうね。俺も30の時に、まあそんなにいろんなとこ止まんなかったけど、うん、とりあえず地球ぐるっと一周したいって思って一周したもんね。うん。